こんにちは、まさに6494です。今回はパズドラのランキングダンジョンですね、クラ10杯やっていきたいと思います。で、落ち込んなしとりあえずやっていきましょう。9回かな。はい、なにこれ。HP 制限10000。回復しながら行けっていうことかな。多分。多分っていうかそうでしょ。あ、絶対そうだ。ハートナイト積むってやつだな。だからハートを生成してくれるやつを入れておくと、まあちょっと安心かなっていう感じだとは思うんですが、やべえ、ダメ。君を連れてきてよかったよ。待って待って、回1万にして、くしょー。でもこれ戻ったってことはさ、だいぶ削られるところ来るよね。ちょっと足りないんじゃねえかな。さあラスト。何無効化した？抜け。いや、なるほどね。最初に言ったら覚醒無効にされたってこと。はい、ということでですね、まあそう難しくはないけれど、結構速さが
競わされるところをですね、あとハート枯渇したらまずいので、ハート生成しながらっていう感じみたいですね。中になんか、回復生成と、あと、パンドラがいたので、まあ、よかったかなと。まあ、パンドラ使ってないんだけどね、今。はい、ということでですね、まあ、初見ですが、ちょっと、試しに、クラジファイ来てたので、やってみました。はい、ということで、よろしかったら、チャンネル登録と、グッドボタンをお願いいたします。じゃあね。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、音楽配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。